NASATV はアメリカ航空宇宙局が運営する専門チャンネルである。NASATV はもともと1980年代初頭に NASA の経営陣や技術者がリアルタイムでミッションの映像を見ることができるようにするために開局された。かつては NASA セレクトというチャンネル名だった。NASATV では多くの教育番組や スペースシャトルや国際宇宙ステーションのミッションのライブ映像、打ち上げドッキング、船台活動、機関の様子等を放映している。映像は政府著作物としてパブリックドメインとなり、全米のケーブルテレビやアマチュアテレビの中継局で放送されている。 現在は直接放送衛星 a m c 1 8号を使って4つのチャンネルが運営されている。また2010年7月19日には高精サイド放送の HD チャンネルを開始した。STS-114 の打ち上げ後の2005年末にはアナログ放送からデジタル放送への移行を終え、アナログ放送を終了した。 NASATV のウェブサイトでも ISS の10周年を記念して ISS 内外のライブ映像を配信している。2010年ホワイトサンズミサイル実験場からの生放送、NASATV では24時間にわたって教育や広報を目的としてレギュラーの録画番組を放映している。NASA ギャラリーでは NASA の歴史上の写真やビデオを紹介している。ビデオファイルはインタビューや 報道の間に挟まれる番組である。エデュケーションファイルは学校向けの特別番組である。This Week NASA では NASA やその周辺のニュースを報道する。NASA Edge や NASA360 は NASA の様々なプロジェクトや活動に焦点を当てた番組である。ISS のライブ映像やその解説については終日放送されている。2007年以前は カナダラジオテレビ通信委員会は、特別なイベントのある日以外衛星やケーブルで、NASATV を放映することを禁じていた。2007年4月20日、委員会は、マウンテンケーブルビジョンからの要請を受け、それに、他のカナダの放送事業者も同調したため、NASATV の放送を認めるという決定を下した。2009年、NASATV は2部門で、エミー賞を受賞した。 1>, 1月24日、テレビ芸術科学協会は、NASA の50周年を記念して、NASATV とマーシャル宇宙飛行センターに、ガバナー、S アワードフォーライフタイムアチーブメントを送った。8月22日には、アポロ11号の月面からの初のテレビ放送から40周年を記念して、プライムタイムエミー賞とファイロティーファンズワースコーポレート、アチーブメントアワードを受賞した。 ありがとうございます。